ちらでいいですか？祈りを捧げます。女神のご加護があらんことを。あなたは。よう、久しぶりだな。あれ、ムロ、知り合いなの？ええ、以前少しお世話になったことがあって。まさかこんなところで会えるなんてね。あっしの名前はタムソフト。見ての通り家事工をしているのさ。よろしく頼む。よろしくお願いいたしますわ。こんな風にリアルのお友達と再会できることもオンラインゲームの醍醐味ですわね。お姉ちゃんのお友達？うまくお話できるかな。ビクビク。大丈夫よロムちゃん、お友達なら怖い人じゃないわよ。はじめまして、私はお姉ちゃんの妹でラムって言うのよ。こっちはロムちゃんよ、よろしくね。ロムです、よろしくね。ペコおうよ鏡みたいにうり二つなお嬢ちゃんたちだな。ねえねえ、タムソフトちゃんってどことなく和風の雰囲気を醸してるけど、もしかして刀鍛冶専門？刀、もっと強くできるの？ワクワク。いいや、何もあっしは仕事を刀に限定する気はない。強化素材さえ持ってくりゃどんな武器でもちょちょいってもんだ。ということは銃の改造もできるのね。どこまでカスタマイズできるのかしらヤニちゃんってば、目がキラキラしてるよ。攻略には強い武器が必須だろ。仕事があったらぜひともあっしに声をかけてくんな。わかったわ。こっちの世界でもよろしくね、タムソフト。おう。これ
ね。これでいい、任せとけ。これでいい、任せとけ。これでいい、任せとけ。これは失敗だな。花が足りねえ。おっと、もう素材切れか。おーい、IF にコンパ。今日は生きのいい鉱石入ってるかい？何よ、生きのいい鉱石って。ファジ素材ならさっきちょうどまとめて買い取ったところよ。見ていってちょうだい。おいおい、タムタムはよせやい。それじゃあ、祖父祖父です。祖父祖父祖父。いきなり噛んでるじゃない。まあ、呼びやすいんなら何でもいいけどよ。それで、今日はどんな鉱石をお探しかしら。練習用の安い素材が大量に欲しいんだ。身銭であるだけ見繕ってくんな。オーケー、ちょっと待ってて。最近はどうですか？お客さんいっぱい来てるですか？客は入るんだが、あっし自身が自分の仕事に納得いかねえのさ。もっとスキルレベル上げないとな。練習でできた失敗作ならいつぶして素材に戻しちまうんだが、客の手に渡るもんは一発勝負だしな。失敗作壊しちゃうですか？陶芸の先生みたいです。それならいらない武器はうちで売るっていうのは、リサイクルするよりは利益が出るんじゃない？売り物になんかなおさらできねえさ。失敗作は失敗作ってこった。プロ根性ね。まあ、もしも練習で粋な感じの武器ができたら下ろしてくれると嬉しいわ。はい、鉱石いつも通りおまけも入れてあるから。お、気が利くね。また寄らせてもらうよ。ありがとうございましたです。頑張ってくださいね、タムタム。Thank you.
ドへようこそ。受注完了だ。頑張ってくれ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 。気をつけてな。あ、ロム、ネプチューノ見なかった？ベールはさっきログアウトするところを見たから寝てるんだろうけど。ネプチューノさんとネプギアちゃん一緒にお仕事なんだって。そう、明日のプラネチューノは雪ね。狩りのメンバーを集めてるなら私も行くわ。うん、一緒に行きましょう。ノワールは今日はユニと一緒じゃないのね。ユニならネプギアの仕事が終わった後で一緒に買い物に行くって言ってたわ。今出かける準備してるところよ。お買い物？私も行きたい。ジャンクショップっていうところに行くんでしょ。なんだか面白そう。やめときなさいラム。あの二人の買い物はあなたが思っているようなショッピングじゃないわよ。行ってみたい。さて、話を本題に戻しましょう。狩りのメンバーだけど、今いる4人なかなかバランスのいい職業構成だと思わない？確かにそうね。前衛2人にラムが物理も魔法も使えて、ブランが支援、狩りはもちろん攻略にもうってつけの組み合わせだわ。とはいえ妹2人にも行ける厳しすぎない場所でお願い。もう甘く見ないでよね。私たちだってどこでも行けるんだから。歯ごたえのあるエリア大丈夫。シャキシャキ。リクエストもいただいちゃったし、ちょっと背伸びして難しめのエリアに行ってみましょうか。大丈夫かしら。他人任せにせず私が守り抜かなきゃダメよね。アイテムを使い果たしてしまった。はっきり言って赤字だわ。全員アイテムガブ飲みになったんだから当たり前でしょ。はあ、職業バランスとか全然関係なかったわ。
の分の作業はこれで終了だな。よく育てよ。今日も町に引きこもってナス栽培っちゅか。なんでゲームの世界でまで農業をやるっちゅかね。おいら手伝わないっちゅよ。貴様などに触らせるものか。アイテム説明文を見るがいい。この世界の設定ではナスは禁忌の果実とされている。わざわざこう書かれているのには何か理由があるとは思わんか。おそらくこれは超重要アイテムのはず。貴様も栽培スキルを取って自分の畑を持ったらどうだ。今のうちなら土地も余っているぞ。禁忌と言われると作りたくなる気持ちはわからないでもないっちゅけどね。でもオイラ今は僻地で値段を釣り上げた回復アイテムを売るのに忙しいっちゅよ。あれは確かに売れはするが大して労力に見合わん。仕入れも僻地に行くのも一苦労だからな。私は最高級の禁忌の果実を量産し町から動かずして人財産築き上げると決めたぞ。これで大したことないアイテムだったら合唱っちゅね。ねえ、ベールが遊んでたネトゲの話とかもうちょっと聞いてみたいな。他の国のゲームも結構遊んでたんだよね。ええ、それなりにいろいろ手を出していましたわ。今は4女神オンラインおよびこのベータテストに全力投球ですけれど。そうそう、ナステーションの某オンラインゲームが全盛期だった頃はそちらに夢中でしたわね。仲のいい相方もいましたし本当に楽しかったですわ。アバターは美形の男性同士でそれはもうナイスカップルでしたのよ。ですが向こうもおそらく中の人は女性だったと思いますわ。あくまで直感ですけれど。寝かまならぬ寝なべってやつ。ベイルが普段は男キャラを使ってるっていうのは前に聞いた気がするよ。見ている時間が圧倒的に長いのは自キャラですもの。燃える外見はプレイのモチベーションとして大切ですわ。当時の私のキャラは金髪長身で甘いマスク、そして相方は銀髪メガネのインテリ風でしたわね。わあ、乙女ゲーっぽいキャラだ。私の場合は普通に女の子でプレイすることが多いかな。女性キャラの方が衣装のバリエーションに恵まれていますし着せ替えが楽しいですわよね。それにしても相方が忙しくなって事実上引退してしまった時はとても寂しかったですわ。引退の理由はいろいろだけどリアルが忙しくなっちゃったっていうのはよく聞くね。もしかしたらその人もベータテストをプレイしてたりして、またどこかで会えるといいね。ようこそ大聖